1977年の二の橋駅と、周囲約500メートル範囲。右上が、門別方面。一室見どもりの短式ホーム一面一線と駅舎は、中名寄駅と似ているが、こちらは片開け分岐で駅裏側に敷かれた、副本線を有している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成二の橋駅は、 北海道上川郡下川町2の橋にかつて設置されていた北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で上り1本。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。その他、 エンガル方から南側に分岐した行き止まりの保線用側線を一線有していた。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、中名夜駅や、渚ぎ線中諸骨駅と同系のプレハブ駅舎となっていた。駅舎は、校内の北側に位置し、ホームに接していた。ホームの長さは50メートルであった。当駅が所在する、地区名より、地区名は、 1903年に改作された家庭剣道が名寄川を渡る上流から2番目の橋の名前に由来する畑になっている2000年時点では跡形もなく同床跡を利用して用水路の工事が進められていた2010年時点でも跡形はなく2011年時点でも同様で農耕地に取り込まれる意は何もなかった畑になっているまた 2000年時点では、駅跡付近の国道の2の端子線橋から線路跡が望め、2011年時点でも同様であった2の端かり工場上に関するカテゴリー。ありがとうございます。